すごくお腹すいた。見て、ポテトチップスよ。へえ、空っぽ。みんな早くこっちへおいで。わあ、なにこれ。金庫だね。何かごちそうが入ってるはず。トムの言う通りね。ポップコーンだ。トム、なんで一人で食べてるの？僕が見つけたからだよ。そんなのひどいじゃない。なんで分けてくれなかったの？ドーラ、笑うのをやめて。何これ？ああ、ブラックホールよ。引きずり込まれる。僕も。チャレンジが始まるみたいね。始める準備はできてるわ。ブロッコリーよ。ごちそうが入ってると思ったのに。それでも食べてもらうからね。いやよ、ブロッコリーなんか大嫌い。まずいじゃない。私の方には何か美味しいものが入ってるといいんだけど。あ、アイスクリームだ。ブロッコリーよりも断然マシね。すごく大盛りよ。二人とも見て、最高のおやつじゃない。急に元気が出たわ。ハロー、トム。雪合戦をしよう。見て、綺麗だね。トム、なんで食べてるの？私のアイスクリームなのよ。早く返して。悪いけどもう食べちゃった。寒いじゃない。私に向かって息をしないで。わかったよ、自分の金庫を開けるね。変な液体がある。どうすればいいのかな。飲んでみようかな。変な匂い。あ、いいこと思いついた。ローラとケイトを実験台にすれば飲んでもいいものなのか確かめられるね。変な感じがする。何が起こってるの？髪の毛がピンクになったわ。私のは緑よ。魔法の液体でそうなったんだね。僕も飲んでみないといけないけど怖いよ。さあ、どうなるのかな。あ、どうしよう。自分をコントロールできない。あ、青くなっちゃった。トムに合ってるじゃない。今度は僕から開けるね。何かいいものが入ってるはず。 iPhone だ。最高だよ。あ、トム、運が良かったわね。どんな機能があるのか見てみよう。写真が撮れるんだね。ケイトは撮りたくないのかな。ローラ、その顔は何？やっぱり写真なんか撮らなければよかった。私の金庫には最悪なものが入ってるわ。ドッグフードなの？私は犬じゃないのよ。どういうつもりなの？まあいいわ。Okay. もしかしたらそんなにまずくないのかも。変な感じね。美味しければいいけど。早く食べてみて終わらせるわ。ケイト、いいこと思いついたよ。動画に撮って後でインターネットに載せる。意地悪しないでよ。本当の犬みたいに怒ってるわね。ケイトのことは放っておいて金庫を開けるわ。雲が出てきた？どういうこと？キャンディーもあるわ。美味しそうな匂いよ。食べてみたいな。美味しい。クーモさん、私にごちそうをちょうだい。すごい、雨の雨よ。大丈夫よ、何も起こらないわ。ローラ、そうね。トムもいいわよ。食べてもいいって言ったつもりはなかったわ。もっともっと欲しい。あ、雲が灰色になっちゃった。どうしよう。欲張りだったからこうなったのね。頭が痛い。終わったみたいだね。ケイト、見て、お菓子がたくさんある。嫌な感じ。ローラから始めて。いいわよ。わあ、大きなヌテラよ。早く食べてみないと。すっごく美味しいわ。私が大好きな味ね。もう手で食べちゃおうっと。トム、助けて。手が出せない。引っ張るよ。ローラ、私まで汚れたわ。ごめん、わざとじゃないの。あ、チョコレートなのね。ならいいわ。私の金庫には何があるのかな。コカ・コーラ？おかしいわね。何かおかしいものが入ってるはずなんじゃないの。不思議な味のコーラなのかな。僕も飲みたいな。
もうないわよ。あれ？また満タンになってる？おかしいわね。やっぱり不思議なコーラだったんだね。だとしてもコーラは私のだけよ。私が飲む。僕の金庫には何があるのかな。ああ、唐辛子だ。辛いのなんか嫌いなのに。火事が起こるかもしれないからみんな覚悟してね。わかった？もう熱くなってきたよ。助けて、燃えちゃう。水が必要だよ。なんで何もしてくれないの？ケイとコーラをちょうだい。ローラ、ヌテラをちょうだい。ああ、もう何もないの？熱いよ、熱い。大変なことになったわね。だいぶ良くなったよ。見て、ヌテラがすごいことになってる。くしゃみしちゃいそう。開ける準備はできたわよ。いいものは入ってないみたいだけど。生肉？やっぱりそうだったのね。硬すぎて噛めない。まずいわ。歯が折れちゃうじゃない。フォークとナイフを使った方が良さそうね。それでも難しいわ。え？お皿を割れたのに肉は切れてない。噛むしかなさそうね。ローラが頑張ってる間に私は自分の金庫を開けるわ。あ、マシュマロがたくさんある。お腹が空いてるから全部食べちゃいたいわ。たくさん口の中に入った。あ、詰まっちゃった。助けて。ケイト大丈夫？よかったよかった。それなら僕が金庫を開けるよ。何これ？何が起こったの？何か飛んできたわ。あ、私の T シャツが。トム、なんてことしてくれたの？僕は何もしてないよ。きっと魔法の杖のせいだ。もうやめて。あ、肉を焼いてくれたのね。ありがとう。私のマシュマロも焼けたわ。やった、役に立つわね。使い方だけは練習して。もっと美味しくなったわ。僕のおかげだね。トムから始めて。金庫ならもう開けたよ。ポップイットだ。食べ物じゃなくて残念だけど。いつも食べ物のことしか考えてないのね。何この箱、プレゼントが入ってるのかな。どういうこと？なんで何もないの？私は何ももらえなかったってことね。そんなに落ち込まないで、私の金庫を見てみましょう。触り心地は気持ち悪いわ。早く出して。わかったわよ。水がたくさんいるわね。どうやって食べればいいの？気持ち悪いじゃない。もう我慢できないわ。ケイト食べて。よくそんなこと言えるわね。トムはミミズが好きなの？トム、トム、最悪。なんだか変な箱ね。僕のポップイットもおかしくなったよ。食べてみてもいいのかも。ああ、グミだ。ローラの箱には魔法の力があるのよ。中にミミズを入れたらグミになるはず。やってみましょう。できたかな。 100% うまくいったわ。おいしい。ローラにそんな箱があってよかった。私の箱なんだったら中にあるのも私のものよ。違うわよ、ミミズは私の。食べないで。返して。やめた方がいいんじゃない？ あ、もう手遅れか。ミステリーってワクワクするよね。これからも金庫を開けていこう。またね。